大画面の田んぼに来てます。さっき散歩したばっかりやのに、もう寝れちゃいます。今日はじっちゃんのあのスーツだったんですけど、それをしたんですけど、本当に長い間病院に行って疲れました。久しぶりに病院行ったけど、ほんま病院は疲れる。病棟にはほぼ入れんし、入ろうとしても変な手続きしてないからし、めんどくさいし、もうほんま大変。あーでもなんといてやんて、こっち行くよ。もう完全にこれ冬やと思うんですけど、ずっと雨降ってそうなんか、もうすっごい大雨ですよ。大雨注意報出てますよ。さて、早い行こう。もうハチのトリミング台いくらやったと思います？17,000円。結構な値段するでしょうね。大変、汚い。全部ボロいんですよ。で、財布を見たら、泥のついた一番多いタイプ、泥のついた札がついてたんですよね。あの、俺を見て、下めてみたから、思い出す。ここの芝きれいやなぁ。
行こうぜ、初行こうぜ。あとなんか葉っぱ食べてみます。行こう行こう。このね、森ね、森じゃないけど木が生えてるとこなんですけど、ウグイスとかも、ウグイスとかもね、来るんですよね、ここ。以前鳴いてたんですけど、この森さすがに今日は誰もいないです。こんな雨降ってるのに来る人いないです。かゆいな、かゆい、かゆいな、言ってますね。完璧みたいな。蚊がいるような感じがします。そういう感じのグラビアの作りをご飯に混ぜてあげました。蚊の場合は錠剤タイプあげてます。一気に1回キューちゃんの方も上手です。それにしてもね、今年すっごい芝も少ないと思うんですよ。芝目の家作ったったら全く芝目がいない。芝目もほとんど来ない。いや、来ないというかね、いない。ツバメが来るようにできない、しようとしても、ツバメが来るようにしようとしても、もうツバメがいないんですよね。今年多分ね、寒いんですよ多分。
気温上がるの遅いというか、すごい雨でしょ。いやいやいや、水たまりの方に関わんといてよ。水路の増水を見たいと思います。増水してるかな。うわ、してる。すっごい水増えてる。草もボーボーや。この直角になったところの水路のとこ見たい。おお、やっぱ溢れてる。すごい、はず。これもうちょっとで水溢れてきますよ。ちょっと濡れてきたかも。はず、今日はもう帰ろうぜ。久しぶりにこんな大雨の寒波です。すっごい水たまり、見てこれ。すごいな、これ。大雨の散歩から帰ってきました。あとなんか楽しそう。楽しかった。はい、帰って。